皆さん、ここが例の館みたいですね。ちょ待って。皆さん、じゃあそろそろ雨も降ってきたことですし、この館に入ってちょっと雨宿りでもしますか。誰も喋んねえ。ここが例の館みたいですね。ああ、例の館だ。ああ、例の館だ。怖すぎだよこれは。皆さんちょっとそろそろ雨も降ってきたことですし、雨宿りしに行きますか。あ、やばい、向こう側にボールが行っちゃった。あ、取りに行かないと。拳で行って。さあ皆さん逃げましょう。なんか奥の方に、なんか変なやついるんで。これは、なんかいますね。これはちょっと館、はい、これほぼガキがよ。あ、誰か塗ってるけど、これだ、なんか塗ってるけど、これな、なんか塗ってるやついる。なっちゃった。塗ってるやついる。おい、誰だ。やってしまった。ダウンさん、いつもルール無視しますよね。追いかけられたら、とりあえずダウンさんのおとりにするんで。そうっすね、恨み買っちゃったわ。実況者の恨み買っちゃった。怖い。なんかでもなんかジャンプしてますね。何やってるんだろう。ジャンプしてますね。飛んだ。あ、打ち上げ花火。上から見るか横から見るか。飛んでる。来るぞ。わ、あのホモガキがよ。来た。ゴム投げちゃおっかな。ゴム投げちゃおっかな。ダウンはおとりはっきりわかんだね。あ、来てる。ブチブチさん危ないですよ、そっち。やばい、来てるぞ。来てる。そっち行った。やばいね。ゴム投げ。やばい。やばい。ダウンさん。危ない。リアルを持ち込む。死んだ瞬間に言うのやめて。あ、やばい。グバーン。俺ら食われちゃったんだよな。食われちゃったから胃の中に入ってる。食われた組っすよ。緑色の胃の中に入ってる。あ、やべえ、危ね、回避できた。もうやった。見失ってる。遺跡弾けてる。みんなバラバラ会話が。残り10秒。9、8、76、5、4、3、2、1、10、80、56、28、74、24、×48。イエーイ。いや、あんたら死んだでしょ。あんたらやられたでしょ。さあ、もうこれで逃げ切りましょう、次。僕ね、やっぱりね、このリュウジさんだっけ、リュウジさんのことを敵視してますけども、鬼役に女子を選ばなかったブチブチさんのことを僕今敵視してるんで。でもあれですよ、あれですよ、リュウジさん本当は女性ですよ。本当？え、だって、名前見て。だってツイッターだって、だってあれだもん、写真載ってたけど女性でしたよ。本当？お兄ちゃんアカウントみたいな感じか。本当？お兄ちゃんアカウント。いや、ただ単にツイッターはそうだけど、なんかこのスイッチがそのなんか名前リュウジだったっていう。なるほど。ありがとう。絶対嘘。スイッチが名前リュウジってどういうことよ。まあ嘘ですが。単になんとなく言ってみただけです。へぇ。でしょうね。ほら、もうそういうことするから、なんかもう俺の恋心をもてあそぶ。恋心なんすか？恋落ちてたの。リュウジさんに恋をしてたんですか？やばい、来る。来た。左から来てる。いた。
来てる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 。てるベガさんの一言がもう一言一言がなんか怪しいからな。もうで、もうやばいですもん本当に。言ってもなんか違う言葉に聞こえるからなんかもう本当に。左左、あやばいやばいやばい。え、俺やばい、あ、いる。俺やばい。裏いた、もういたわ。来ちゃダメ、来ちゃダメやの、来ちゃダメなの、来ちゃダメなの、来ちゃダメ、来ちゃダメ。皆さん、男が集まるとこういう実況になってしまいます。いや、ちげえわ、テレペガさん、テレペガさんが来るとこうなるだけだわ、全然ちげえわ。俺ら関係ない、俺ら関係ない、もう青春系実況じゃない。何言ってるんですか、ダウンさんが一番やばいんですよ。ええー、テレペガさん、あー、本当に、あー、イザヨイさんが、なんかすごい、イザヨイ、ラメ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 プチプチ巻き込む。テレペガさんとこ行きましたよ。テレペガさんとどこ以外行ってない。どこ行ったから来るんかな。もうこれが来た、来てるじゃん、来てるやん。危ない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 危あ、よし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 、え、よ、ちょっと待って、あ、俺だけじゃん。ダウンも行った、ダウンも行った。お、味方がいない、味方がいない。ダウンも行ってしまったようですね。ダウンさん、今の気持ちどんな感じでした？ぬ、え、感想は、感想はでも、よかったです。感想どうでした？よかったです。何、気持ち、これバレてる、バレてる、俺バレてる。何、気持ちいいって。バレてる。あえてそれ言わないようにしたのに、俺。うん、まぞまぞまぞ。これバレてる？バレてますね、多分。バレてる？やめてやめて。お、結構近づかれてきてますね。本当だ。テレペガさんから見て右下。待って待って。あれ戻った？ん？戻ってきましたね。あと1分ですね。あと1分。おー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 。結構GSの方に近い。バレてない、バレてない。バレてない。全然違うとこに来た。よし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 。あ、多分今迷子の子猫ちゃんですね、多分。よしよしよし。あれ見えよ、俺からさ見えるもん。鬼が見えるもん俺から。迷子の子猫ちゃん。俺これ勝ったでしょこれは。いやもうだから。パンツ臭い。うん、もう臭いとか言わないで。あラメ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 。すぐすぐそう言う、すぐそう言う。あ、テベガさん、あと20秒で逃げ切れますね、これ。よし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 。あ、これはいけそうっすね、確かに。あ、来た来た。いけそうですね。あ、終わった終わった、これ終わった。これ終わった、これ終わった、これ終わった。あ、これはやばい、これはやばい。あ、結構塗られてる、結構塗られてる。あ、ちょっと待って待って待って。くっそ。くっそ。やっぱ、寸前に弱いんだね、俺。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうござんした。いやー、イカオニ久しぶりでしたね。まあ今回ね、あのダウンサー以外初めてあのイカオニやるということで、ですね。まあね、あのなんかいつもいつもよりはちゃめちゃな、めちゃめちゃはちゃだったんですけど、まあ今回その元凶の元となったテレビガサに今回ちょっと一言もらいたいなと思って。テレペガさんどうでしたか、まあ、今日。プチプチさんのチャンネルは、まあ、健全なチャンネルなわけでございますけども、僕が来ることによっていつもあの R18 に変わってしまうのは本当に申し訳ないなと、いつも、思っております。まあ、しかしながら僕はやっぱこういう場に来るのは、やっぱり僕はこのプチプチさんのチャンネルに出るということは、まあ、合コンだと、ある意味合コンだと、まあ、僕は思っていて、やっぱりこのプチプチさんのところに数多くいるあの女性視聴者に向けての、まあ、セールス。少し言ってるわけでございますから、まあ、これは仕方ないことでございますということで、まあ、今回は鬼の方が、まあ、男だったっていう。いやすいません、合コンに合コンに女性の方連れてこられてすいません。そうなんすよ、ふざけんなよ、プチプチ。おい、おい、女欲しいだけかい。もしかしたらテレペガさんが女装してくれれば、こうなんかちょなんか人数的に足りるかなと思ったんですけど、うふん、事件の格好でちょっと2-2ということで、はい、すいません、あのということでちょっとまあ次回もよろしくお願いします。次回テレペが助走するでお送りしたいと思います。 OK、 はい。じゃあ次、イザヨエさんも初めてなので、イザヨエさん今回どうでしたか。はい、そうですね、やっぱかくれんぼっていうのがやっぱ今まで多かったんで、鬼ごっこっていうのはやっぱ本当に、はい、あのはちゃめちゃできて楽しかったなと思います。はい、はいはい、まあよかったらまた鬼もね、40代ぐらいの方ご用意いただければ幸いですね。ありがとうございました。じゃあ
以上をもちまして、あれあれあれ、いつもなんか俺忘れられてる。イカよろしく、イカよろしく、イカよろしく、イカよろしく。すいません、ダルさんのこと忘れてました。いっけない、ヘペラ。ドジッコキャラですか、ドジッコ。ポチポチくんダメだよ、忘れちゃ。今誰ですか、喋ったの。今のイザエルさん、すごいっすね。やっぱちょっと惹かれるっていう、ちょっと頑張ったけど惹かれるっていう。というわけでね、じゃあ最後の最後の最後の最後に、あの最後のあの締めを、はい、あの人類最後のダウンさんに締めてもらいたいと思います。はい、大取りということでね、もらいました。今回ね、あの鬼とね、まあ鬼から逃げるっていうのもね、まあもちろんなんですけど、それプラスね、自分の場合はね、その母親からのね、ドア番と、そのドアを開けてきて、なんかうるせえよとか言ってくるね、親倉と戦うっていうね、勝負でした。めっちゃきつかったですね。ありがとうございました。というわけで皆さん、実況者の方、親倉には注意しましょう。いや、本当に。それと女性の方、テレペガさんには注意しましょう。だね。というわけでね、女性の方、ダウンのツイッターをお願いします。何で軽く線で入れてるんですか。というわけでね、またあの次回イカオニやっていこうと思います。皆さんのチャンネルの URL は概要欄の方に貼ったので、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、もうチャンネル登録、高評価、コメント、オフパクの誘いをお待ちしております。というわけでまた次回お会いしましょう。イカよろしく、イカよろしく、イクよろしく。言うと思った、俺言うと思った、それ本当に絶対言うと思った。We'll be right back.